笑いコンビ、ココリコ遠藤章造の妻が11日、ブログを更新し、息子の野球チーム入りをめぐり夫婦喧嘩したことを明かした。前日10日のブログで遠藤家の近況を報告。3月にプロ野球が開幕すると我が家のテレビは試合がない日を除いてほぼ毎日野球オンリーと明かし、先日遠藤の知り合いの野球チームに親子で参加した時の話を綴った。遠藤は必死に頑張る長男を見て、俺も野球やってたし、空学、長男、もう野球やりたがっているし野球チーム入れたいなぁ、と一言。これに妻が、そうだね。でもまだ早くない？学校に慣れてからもうちょっとしてからこう、得てもいいんじゃない？と返すと、途端に険悪ムードに。遠藤は、何その答え？野球チームに入れたくないってこと？なんで頭から反対するテンションなわけ？と不快感あらわ。妻は野球チームに入れたいってお金もかかるし、土日祝日は練習、試合で潰れるし、親の当番もあるし、そう簡単に野球チーム入り出ようって話できないよ。パパは仕事でいない日は、うたらく、次男くんもいるのに全部私がやらなきゃじゃん、と返したという。ついには夫婦、喧嘩に発展。遠藤が、今すぐとは言ってないやん、と言えば、妻も、だったらいつか野球チーム入れたいと思ってるから、チームの情報収集してもいい？とか言い方があるじゃん。野球やらせるのを否定してるわけじゃない。やるなら、ちゃんと情報を集めて、夫婦で協力してやれ、るかきちんと話し合いが、必要と一歩も譲らない。最終的には遠藤が、そうだね。ごめんと謝罪したが、妻は11日になってもイライラが収まらない様子。再びブログを更新し、高校野球を見たりパパの野球話を聞いていると、野球を頑張ったことで、親子ともども良い経験になるとはわかるのでやらせてあげたい気持ちもあります。とした上で、だけど、我が家は年子兄弟長男くんが始めたら、きっと次男くんだってやりたい、って言うはず。パパの仕事は不規則ありがたいことに土日、祝日も仕事になることも多々あります。いろいろと話を聞いて、情報収集しながら慎重に決めたいなと思いますと心境を綴った。遠藤が謝罪したことで夫婦仲は戻ったものの、不満はくすぶり続けている。妻は家族で河川敷で野球しているチームの横を通ると、そら楽、野球やってるぞ。小学校で野球しているチームの横を通ると、野球楽しそうやな。そら楽もやりたいなな。ってパパが町内くんに言うもんだから、僕も早く早くチームに入りたいなんて言い出した。そんなに入れたいなら、全部パパがやれ。母心の叫びとぶちまけた。一連のブログのコメント欄には、結局ない。変なのは、いつも、母や、でも、そうだね。ごめんと、ちゃんと言える、パパかっこいい、ですといった声が寄せられている。